私はかつて自分自身の道場を持つ武士でした。昇竜、いや、かつてはウコンという名だったその男は私の道場の門下でした。彼はかなりの腕を持ち、かつ気真面目に武術に取り組み、日々精進する男でした。やがて藩の命により、ウコンは船旅に出ることになりましたが、
奴には興味がないって。